ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2678年平成30年1月21日日曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。ただいま午後6時40分を少々回ったところです。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。さて、いよいよ日本の政府でも国会でも憲法改正について議論されるようになりました。まあしかしね、今日の朝の、NHK 討論ですか、見た方もおられるかと思います。私もちょっとスイッチ入れときました。まあね、今日の日曜討論の NHK の番組でね、各政党の方々のね、憲法改正についてどういうふうに臨むのかというようなところがちょっと出てました。まあ皆さんもね、見た方も多いかと思います。また今日ね、ビデオで見れる方もなるかと思いますよね。見ててどう思いましたですかね。憲法のね、憲法改正の発議まで行きそうに思いました。どうですかね、皆さん、憲法の改正の発議まで行きそうですかね。残念ながら行きそうもないですよね。ね、残念ながら、まあ憲法改正の発議までも行かないでしょうね。まあただね、言えることは、各政党間においてもね、もちろん政党の内閣でもそうですよね、議論は少しはねされるでしょう。今までみたいに全く議論しないってことないよね。そして面白いのはね、安倍総理だから憲法の改正はダメだと言ってる人いるんだよね。憲法発議はダメだし、憲法改正の議論は安倍総理だからダメだと言っちゃってる。よくわからないんだよね、これがね。誰だからダメだというんじゃおかしいよね。あんたとは遊ばないよっていうことのことなんだよね。まあ子供で言えばね、一緒に遊びたいんだけどあんたとは遊べないよって。だからこれじゃダメですよね。国会議員なんだからね、それぞれの選挙によって選ばれたわけですからね。安倍内閣総理大臣と話すの嫌だよと言うんじゃダメですよね。これじゃ話にならない。正々堂々と議論してね。私はね、ここでその野党の諸君のね、考え方が間違ってる、まあいろいろ意見はもちろんありますよ、ありますけどね、頭からダメだと言ってるわけじゃない。いろいろな意見を並べて立ててね、議論してみて、そしていいものを選べばいいんですよね。ただその時にね、安倍晋三はダメだから話すのが嫌だというんじゃダメですよね。これは私たちの議会制民主主義のこの基本的なところにね、冒涜ですよ。共産党の方々だってね、私にとってはね、とんでもない考えだと思うけれども、ちゃんと選挙によって選ばれたんですよね。選挙によって、こんにちは、選挙によって選ばれたわけですから、これを全面的に否定するのはこれダメですよね。その支持者がいたわけですから、そして選挙によって選んで議会を開いてるわけですから、もちろん変だと思いますよ、私も考え方としては。でもそれはそれの考え方があるんですよね。奥深いところがあるのかもしれないし、そうでないかもしれない、それは分かりませんけどね。ただし言葉の上でのお忘れじゃ困るね。立憲民主党と称してね、憲法にのっとってやるんだ。しかしその憲法は何であるかってことなの。これはあくまでも占領憲法ですよね。残念ながら米国従属のための憲法です。その上でね、憲法を守りましょうという、これもそれはそれでいいでしょう。いやそうじゃないんだ、これは従属じゃないんだ、日本のためのね、一番いい憲法なんだ。
じゃあ安全保障はどうするんだ、日本の安全保障はどうするんだというときに、その件については今後議論しようね。これでは話にならませんよね。国家にとって大事なのは自主独立なんだよね、まずね。もちろん形成財民ですよね。国家をね、治めて民に飯を食わせる、そして国家が自主独立する、これは当たり前です。ところが自主独立がないんですよね、ここにはね。立憲民主党の諸君にはね、完全にここで我々日本人もね、これを私がこの YouTube などでよく取り上げてるんだけれども、上げるとね批判のメールをたくさんいただきますよ。現実として私たち日本の日本国憲法、占領憲法は今日のこの姿そのままですよね、米国従属の。そしてね、日米安全保障、この条約は日本国憲法を、日本国憲法の上位にあるということは、これ現実ですよね。日本の国を日本が守らないというね、アメリカが守るという約束の上での憲法ですから、この手順を踏んでね、それでなおかつ非武装だと、非武装でいいんだと、憲法9条そのままでいいんだと、敵から攻められてこれでもね、両手を挙げて万歳するんだと、これでいいんだと言うんだったら、それはそれで結構でしょうね、その考え方はあるんでしょう。私はもちろんその考え方には賛成できませんがね、到底ね賛成できませんが、それはそれでいいんでしょう、その考え方があるっていうのはね。ところが立憲民主党の彼らの考え方はそうじゃないんですよね。話のついつばが合わないんですよ。日本の国を誰が守るか、それは先に考えましょうね。そして憲法9条は守りましょう。また共産党もまた面白いこと言ってるんだよね。あまりにも面白くてね、ここで話して笑っちゃうかもしれないけどね、安倍さんとは嫌なんだよね。安倍総理だから憲法改正の議論はしたくないと言ってる。そしてもう一つ笑っちゃうのは、じゃあ政権を取ったらどうする、その時考えると言ってるね。その時考えると言ってる。とりあえず自衛隊はそのままにしておいてね、政権取ってゆっくり後で考えると言ってる。これじゃシャレならないよね。少なくともどんなに小さな政党であろうとも、少数政党であろうとも、政権を取ったらこうするんだというところをきちっと説明する。これが政党政治なんだ。政権を取る気のない政党は最初からね、政党を作って立候補しちゃダメですよ。少なくとも日本の政党政治は法律には定めてはおりませんね、憲法にも定めておりません。しかし現実として私たちの国は政党政治をね容認して、いや逆に言えばね、政党政治を主体としてやってますね。これは政治資金のね、政党交付金について分かるようにね、政治については頑張ってもらいましょうということで政党交付金を出すことにしました。そして現実も出してますね。変な使われ方してるところもありますがね、したがってどんなに少数政党でもね、政権を取ったらこうする、それにこう向かうんだというところ、そしてその中で大事なのは、政権を取ったら日本国の自主独立をどうするかということ、そして形成財民、国家をどう治めるのか、そして国民に
どうやって飯を食わせるのか、ここをしっかりね説明してもらわないとダメですよね。これが途中でコロコロ変わるようなものでは正当とは言えません。そうでない正当の方々は、言えない方々は正当をとっととね回答してください。ありがとうございます。ありがとうございます。